入駒慎吾の無痛分娩大学へようこそ。はい、またまた白尾線です。はい、揺れてます。もうちょっとでね、米子に着くみたいです。はい、今回はですね、チャプター17ということで、選手部位はどうやって決定するっていうやつですね。はい、これについて解説したいと思います。先ほどというか、まあ、前回と似たやつなんですが、無痛分娩ね、分娩第一期は T10 から L1 が痛みを伝えると。で、分娩第2期は S の2から4が伝える。分娩第2期はステーションプラスマイナス0以降でしたね。で、こうやって痛みを伝える部位が離れていますが、その両方をブロックしないと無痛分娩途中で痛いということになっちゃいますね。どっちかでいいってことはありません。ですから、そのど真ん中から薬を、カテーテルを入れて、細かいカテーテル、またトンネルですね、カテーテルを入れて、上下に効かすっていうのが一箇所選手法の、シングルカテーテル法の、一番メジャーな、選手部位になりますね。腰部ですね。具体的に言いますと L の3、4が一番いいんじゃないかと考えています。一箇所選手法に、シングルカテーテル法について解説すると、この L の3、4がファーストチョイスなんですが、はい、結局ですね、硬膜外カテーテルというのは使ってみてどれぐらいの範囲にその薬液が広がっているのかをコールドテストで見て判断しないと分かりません。ですから L の3、4がファーストチョイスなんですが、どうも上に広がらない場合とか、どうしても下に広がらない場合っていうのは、選手部位を変えるとか、もう一回同じ場所だけどカテーテルを入れてみるとか、カテーテル入れた場所ちょっと間違ってたんじゃないっていうことを判断しないといけなくなりますね。それともう一つ、妊婦さんの特徴なんですけれどもね、骨盤こうね反り上がって、ヤコビーラインが等速にずれるというふうに言われています。ですから皆さんが、うん、ここが3、4ですよとこう触診して、思ってるところが実は2、3だっていうこともあるんですね。ですから、自分が、入れたカテーテルが、どういうふうにお薬を広げているか、ここ結果にコミットする。どっかで聞いたことありますね、結果を重んじるね。入れた人が偉い人とか新人とかそういうのは関係なくて、使ってみてどれくらい広がるかね、もちろん痛みが取れるか、こういうのに着目していただけるといいんじゃないかなと思います。で、僕がよく言うことは、カテーテルを硬膜外に入れるまで、カテーテルを硬膜外に入れるまではスキルですが、入れた後のカテーテルの先端位置がいい場所にあるかどうかは運です。いいですか、どんなに偉い人が入れてもカテーテルの先端まではコントロールできない医療行為なので、使ってみてどうか、ね、その結果にを真摯に受け止めて、良ければカテーテルを使い続ける、ダメならばカテーテルをすぐ入れ替えるというマインドを持っていただければより安全になると思います。本気で。じゃあまた。